はい、皆さんこんにちは。今回は2017年弁理士試験合格者対談というところですね。2017年に見事弁理士試験に合格をされた方を招いて、ぜひね、合格の秘訣というか勉強のね、ポイントというところを話していただこうというところで今日は来ていただきました。というところでまず簡単にじゃあ自己紹介をしてください。はい、昨年ですね、合格しました野田と申します。はい、受験回数は3回で担当2回、論文は2回、まあ、口述は1回で合格しております。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。はい、それでは、まず最初いろいろ質問を、ね、聞いてみたいと思うんですけれども、ドンと1問目ではないな。そうですね、いろいろな資格がある中で弁理士を目指そうと思ったきっかけをお聞かせくださいと。私が噛んでどうするのって感じだけどね。はい、はいはい、お聞かせくださいと。はい、どうでしょう。もともと大学の時から知財には興味があったんですけども、やっぱりそのもう入社した時の会社から、まあ、知財をすごい重視している会社だったんですよ。で、まあ、その後ずっと、まあ、知財、自分でも明細書書いたりとかしてるうちに、まあ、で、まあ、ずっと今もエンジニアやってて、まあ、ずっとエンジニアをやってきたんですけども、はい、まあ、40歳を迎えるにあたって、はい、まあ、なんか新しいことに挑戦したみたいなと思いまして、で、まあ、友人の弁理士事務所を訪問した時に、まあ、すごい皆さん楽しそうに仕事をしてらっしゃってて、はい、まあ、それを見て、あ、なんか目指すんだったら弁理士がいいんじゃないかなと思って、で、弁理士の資格を目指すことにしました。あ、はい、なるほどね。やっぱり楽しそうでしたか。そうですね、すごい生き生きと仕事していらっしゃいましたね。あ、なるほど。やっぱ そこを見て、あ、ちょっとなんか便利してなんか楽しそうだなっていう、はい、うん、形で、まあ、その前の会社の方がすごい多い会社だったんで、まあ、すごい知り合いが多かったっていうのもあるかもしれないですけども。ちなみにそのまあ、ね、40歳をこう近づいて新しいことを挑戦してみようっていう、なんかそのきっかけみたいなのがあったんですか。そうですね、ちょっとまあ若干あれですけども、うん、まあ、会社は、まあ、その移動とかそういう若干その合併とかがあるんで、うんうん、まあ、状況によってはエンジニアはできなくなる可能性があるかなって考えまして、まあ、そこはちょっと一つのポイントでもありますね。じゃあちょっとまあ手に職じゃないけど、はい、何かしてみようというところで、はい、ああ、なるほどね。はい、2問目だ。じゃあ難関である弁理士は、予備校を利用すべきだと思いますけど、まあ、難関である弁理士か、まあ、弁理士試験ですかね、はい、弁理士試験は予備校を利用すべきだと思いますが、レッコを選んだ理由は何ですか。うん、確かにね、まあ、いろいろありますからね、まあ、その中でレッコをまあ選んだとか、まあ、選んでいただいた理由としてはこれは何でしょうかというところで、はいはい、で、まあ、もうここに書いてある通り難関である弁理士試験だったので、うん、まあ、どうしようかなと思ったんですけど、うん、まあ、まずはあの皆さんがやるように Google で、はい、Google 先生に、まあ、レッコが最初に引っかかって、はい、で、じゃあどの講座にしようかなと思ったんですけども、まあ、このお試しビデオを最初からも順にダーッといろんな先生見ていって、うんうん、まあ、ちょっともともと私は暗記苦手、まあ、皆さん苦手だと思うんですけども、うん、暗記苦手だったんで、まあ、いろんな先生の話聞いててちょっと無理かなってやっぱり思って、うん、で、ただ最後の方で馬場先生がお話ししてらっしゃるのを見つけて、はいはい、まあ、ちょっともうその見た時に、うん、あ、この先生ならきっといけると思います。もう徐々に なんかフィーゾーそうですね。多分ね、なんか暗記に頼らないとかそういうお話をも、してらっしゃったと思うんですよね。で、この先生ならきっといけると思って、まあ、それはやっぱそのレッグを選んだ、まあ、先生で選んだってことは私のことなんですけども、うんうんうん、ポイントだったですね。でまあ、最初にね、さっき言ったまあ特許、まあ 事務所に行って、はい、まあ、弁理士を知りましたと、で、まあ、受けてみようと思って、はい、なんかこう躊躇とかしなかったですか。え、こんな難しいのみたいな。あ、躊躇はしましたね、うん、まずその、まあ、講座取ってからも躊躇したんですけどもうん、うん、まあ、取る前もやっぱりその実際に、まあ、調べるでしょ、はい、どんな試験だって、はい、うん、で、まあ、調べて、で、実際レックに行っていろんな雑誌見たりとか、うん、まあ、いろんな見せてもらって、で、やっぱりその受付の方と話しながら、うん、まあ、実際馬場先生でも決めてたんですけども、うん、いや、こっちの先生もいらっしゃいますよと、うん、こっちの先生もいらっしゃいますよと、うん、話になって、まあ、通信にしますか通学しますかっていうので、うん、まあ、結局やっぱり受付にかなり迷いはしましたよね。こうなんかね、やっぱりこう、ね、今までの他の試験と違って担当があるよとか、はい、まあ、論文があるよって形になると、はい、結構その何ですか、やっぱ初めてやろうっていう人って本当に受かるのかなみたいな気持ちがやっぱり、まあ、自分の時も実はそうだって。あ、そうですか。こんなやっぱ、うん、え、こんなに受け、特に私の場合こう旧制度でね、はい、こう論文はなんか5科目受けなきゃいけないし、選択も3科目受ける、はい、そんなんで本当に受かるのかなっていう、自分がやってこれ大丈夫かなっていう気持ちっていうのは起きませんでした。ありました。多分でもそれは勉強結構始めてからやっぱりもう、で、まあ、やっぱりその初めて、いや、さっぱりわかんないよと結局思い始めて、まあ、それテキストも担当アドバイスのすごいこれボーンってきて、来て、で、こんな見て分かったのか分かってないのかちょっとよく分かんなくてっていう話で、でもやっぱり先生がお話ししながら、まあ、
やっぱり結構楽しくやってくださったじゃないですか、うん、まあまあ、やってるつもりでは、ね、はい、こんな感じでね、ええ、でまあ、不安がありつつも、うん、まあ、もともと不安症なんですけども、結構楽しくはやらせていただきましたね、うん、はい、なるほどね、ええ、うん、じゃあまあそれでじゃあちょっとやってみようということになったということで、はい、でまあ、さっきちょろっとね話を出ていたと思いますけど、実際に学習をまあ開始してと、まあ、レックのカリキュラムや講師教材についてはどうでしたかというところで、はい、そうですね、まあ、ざっくりとしたね質問だけどね、はい、そうですね、うん、まあ、教材って、まあ、多分最初やっぱり皆さん一番触れるのは担当アドバンスなのかな、最初入門テキストじゃない、あ、そうそう、ちょっとありましたね、カラフルね、覚えてます、そう、ってかこの間口述の時見ましたね、あ、うん、はい、うん、そうでしたね、うん、思い出します、そうでしたね、うん、でも入門だからあまり入門テキストってあんまり記憶に残ってないですね、あ、なるほど、やっぱ担当アドバンス、そうですね、うん、やっぱ繰り返し見るからだと思うんですけども、うん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 、でなんか先生がページ数振った方がいいよっていうふうにおっしゃったの、 あ、ね、あとなんかあの問題を四角で囲った方がいいよっていうふうに、まあ、一生懸命やってた記憶があります、うん、で、まあ、それ見ながら一生懸命落とし込みを四方対象にやったりとかしたの覚えてますね、うん、で特にまあ最初ねスマートコースの勉強をやっぱ始めると、はい、勉強のペースとか感覚とかどうでした、結構先生細かく指示してくださったんで、うん、なんかあんまりそこには迷いはなかったですね、でも多分、うん、あの、まあ、今年、まあ、3年目で受かって、うん、まあ、1日多分5時間ぐらい勉強したと思うんですけども、うん、まあ、その当初はやっぱり3時間ぐらいしか勉強してなかったですね、3時間ぐらい、はい、それ毎日やられてました、それやってましたね、はい、なるほど、それ3時間というのは具体的に講座を見るような感じ、そうですね、講座を見て、で、うん、やっぱりその復習、予習はしなかったと思うんですね、うん、復習の時間という形で当てて、うんうん、まあ、まあ最初の方はそんなに問題も解いてませんでしたけども、うんうん、まあ復習とその見るっていうのと、まあ、あとは落とし込みを徐々にっていう、うん、まあ、はい、それの問題文を基づいて、はい、で、まあ、担当試験の、まあ、いわゆる論法対象、はい、まあ、法文書がこう書いてある本があるんですけど、で、まあ、その落とし込みっていうのはよく私の講座ではこう言ってるんですけどね、こう要するにこう担当の過去問がどっからこう条文から出てるかっていうのをこうチェックしてもらってるんですよ、でそれによって、まあ、担当の問題とこう条文をうまくリンクしてくれということを言っていて、で結構まあ自分の受講生は全部それをまあやらしてるということになるんですけど、結構大変だったでしょう、そうですね、まあ、なんかいろんなピラピラ作ってみたりとかいろんな色変えてみたりとか、うんうん、いろいろやりましたね、うん、はい、終わりました、1年目ってちなみに終わりましたね、あ、終わりました、はい、あ、そのじゃあ結構ですね、努力されてましたね、はい、うん、なかなか皆さん終わらないんですよね、うん、結構時間かかって、うん、年内終わらなかったみたいな、先生結構もう気合い入れてやれて記事でもやれて言っておっしゃった気がしたんで、言ってはいるんだけどね、はい、やっぱなかなか、そうですか、3時間勉強時間が取れてるんであれば、やっぱできるかなっていう、ただ3時間取ると結構大変じゃないですか、ただまあ意外にやっぱり担当とか、まあ、論文はさすがにね電車の中で書くわけにいかないですけど、担当は時間電車の中とかでもできますからね、なんで電車の中でどれぐらいだった、電車やっぱりあの行き帰りがそもそも行って帰って会社で3時間ぐらいかかるんですよ、あ、で、まあ、一部ちょっとその休憩時間も挟んでたんですけども、うん、なんで多分電車の中で1時間半ぐらい取ってたと思うんですよね、あ、なるほど、じゃあ結構そこでもう本当に、はい、うん、まあ、それこそまあね、そのままちょっと若干この器用な状態で落とし込みとかもしたりとか、うん、してましたね、うんうん、でもまあ、 あの私の受講生の中で一番すごかった人はあの絵の描く画板があるじゃない、あれで論文返したとしてなんで、まあ、そこに比べればまだまだ僕もねちょっとやりました、書けました、あのかなりね雑なもの出来上がりましたねこうやってそうか、まあね、周りの人が迷惑なんですけどねあんま混んでるとね、この人何を何やってんだ、何を書いてるんだと、うん、結局は大事なことって多分そういうことだと思うんですよ、はい、とにかく空いてる時間とかやっぱその貪欲になるっていう、そうですよね、かな、やっぱりもうちょっとでも勉強しなきゃとか、はい、ちょっとなんかこうなんか人に聞いてね、はい、そんなことやってるって思えばちょっとよしやってみようかとか、うん、やっぱそこっていうのが、まあ、すごくね大事で、うん、まあ、結果的には合格につながっていくのかなっていう感じはありますけどもね、はい、うん、あとはまあ教材関係ですかね、うん、教材関係とかっていうのはなんかどうでしたかね、印象に残ってるものとか、そうですね、まあ、先ほどちょっとお話ししましたけど、うん、やっぱり一番最初にインパクトに残るのは分厚い担当アドバンス、でまあやっぱりその3年目ぐらいに見返してみると、うん、やっぱすごいよくできてる、うんうん、もう情報は全て詰まってるし、はい、っていう風な形で、うん、まあ多分あれだけの情報集めるのは、まあ、それこそ、うん、ね、あの相当皆さんの努力作られてる方の努力があって作られてるかなと思ったんですけども、うんうん、まあ、正直な話言うと1年目は多分半分以上理解してなかったかだと思いますね、はい、なるほどね、確かにちょっと分厚くてね、いろんなことが載っているので、うんうん、でまあ、まあ今のちょっとスマートですと多分重要項目の攻略講座とか、まあ、そういったところでちょっと使う教材にはなっていくんですけれども、落とし込めるときは
どうしました？これも使ってました？あ、使ってました、はい、はい、これもはちなみにどの時に使ってました？これも、うん、指示もあれほとんど使ってましたけど、もうずっと持ち歩いてて、ずっと、うん、解いてるって感じでしたけど、うん、あ、そうですか、はい、あれ一応結構枝別に解いてる、はい、そうですね、あの担当のこれもんっていうね、その、まあ、あの条文ごとにこう担当の過去問をばらしたものが、うんうん、ちょっと教材としてはあるんですけれども、で私のまあスマートとか自分の講座でよく使ってる教材で、で、まあ、あのそれを使えばね、落とし込みが若干早くできるっていう、うん、あ、でもやっぱり条文ちょっと分かんないですけども、条文も一緒に同じですね、あ、条文もついてたじゃないですか、あれがやっぱりすごい役に立つんですね、やっぱりどこから出てるのかっていうのはしっかり分かるので、そうですね、やっぱ条文とね、過去問がやっぱ近くにっていうところで見ていただけるといいのかなというところですね、うん、あと講座関係とかは何かありました？カリキュラムとか。そうですね、うん、あの、ま、スマートとで、はい、まあ、スマートとっても楽しかったんですけども、うん、残念ながら1年目は不合格になっちゃって、はいはい、でも結局、まあ、最後、まあ、ベースはね、はい、うん、まあ、スマートをベースにして、うん、まあ、2年目にちょっといろいろ工夫もしましたけども、うん、やっぱまあ僕もいろいろ考えましたけども、やっぱなんか馬場先生の講座がいいなと思ったんで、うん、ほとんど馬場先生の講座で通させていただきまして、うん、まあ、2年目担当解放、うん、まあ、スマートから流れると思ってて、うん、まあ、それでまあ悠々と受かりまして、うん、でまあ、そのまま、ちなみに、悠々、そこ、悠々はいいじゃなくて、ちょっと、ちょっと、バシッときましたよ、バシッと、何点でしたか、担当試験、56点です、あ、すごい言ってしまいましたね、56やっぱすごいですよ、そうですよね、うん、正直言うと、その当時私、論文受かると思ったんですよ、56取れてるんだったら、もう大丈夫だ、うん、と思ったんですけどね、やっぱなかなか担当にちょっと振りすぎちゃったっていうか、そうですね、はい、まあ、ただしょうがないですよね、それは結果論でね、はい、やっぱりよくね、あるんですよ、点数取ってもっと論文やっとけばよかったな、うん、それもっと論文やっとけばよかったなというのは56点取るくらい言える、そうなんですね、そうよくお話ししてましたよね、ヒット打った後にとかなんとか話しませんでしたっけ、後で解説するのは誰でもできるって話はね、多分いろんな話してるからそう、だからやっぱね、後になってみると、だからそこ難しいんですよ、やっぱ担当と論文のバランスは。1年目ってちなみにどうでした、バランス、担当論文のバランス。1年目は多分そういう意味では本当に論文やってませんでしたね、あ、逆にやってなかった、あ、なるほど、結構ね、やっぱ論文をやっぱ受からなきゃって気持ち、まあ、やるのは全然いいんだけれども、うん、やっぱそのバランスがうまくいかないですよね、うん、で、まあ、うまく本当に担当受かるって、今言ったみたいに担当熱心にやると、担当は結構、まあ、50、まあ、50の方はあんまりいないですけど、自分の仕事、うん、でも40後半とか、やっぱ52とかぐらいだったら例年いらっしゃって、そうするとやっぱり論文やっとけばよかったなっていう、うん、方もいるんだけど、でもそれでやっぱり点数取れてるから本当言える話 で、ね、で逆にもう37、ね、はい、とかやっぱ8って方がすごい多いんですよね、ギリギリ届かないって方が、そうするとやっぱり、あ、もうちょっと担当やっとけばよかったってね、うん、もうじゃあそこは結論としては難しい、ね、ところなんだけど思いますけども、やっぱそこでもやっぱね、まあ、バランスは確かに必要になってくるのかなというところですね、はい、まあ、そんなところかなという感じですね。で、ちなみに次も行きましょうか。よいしょ。モチベーションの維持やスランプ克服の工夫についてお聞かせくださいというところで、お、モチベーションの維持ですか。まずね、モチベーションの維持。うん、そうですね、うん。あんまりスランプとか、そういうのもなかった気持ち。まあ、もちろんその、落ちた後はすごい考えたことしますけども。で、まあ、モチベーション維持については、うん、まあ、さっきちょっと通学じゃないですね、うん、通勤中にやってるっていう話をしましたけど、うん、結構やっぱりその時間を細切れにしたのが結構良かったかな、あまりその根詰めるというよりは、はい、まあ、ちょっとこういろんな場所っていうか、こうちょっとずつこうやるっていう、はい、なるほどなるほど、まあ、その、うん、本当試験前だったら信号で長文読んだりとかしてましたけども、うんうん、まあ、そんな感じ、まあ、あともう一つはやっぱ、まあ、去年の方もだったのかな、今日共働きなんで、うん、まあ、やっぱりなんか家に行くと家事とかやったりとか、あ、まあ、子供の相手したりとか、うん、そこでブチ切れになるんですよね、うんうん、でも一見すると不利かなと思ったんですけども、やっぱりなんかその間をやっていくっていうのは、まあ、記憶の定着とか理解の定着でもいいのかな、うんうん、まだ後からこれも振り返って思うことなんですけども、うんうん、なんかその意外にそのブチ切れにしていってあんまりそのコンツメントやんなかったっていうのが何良かったかなと思いますね、うん、はい、じゃああんまりもう本当にこうなんかもう勉強だけだ勉強だけだっていう感じではなかった、はい、そういうわけじゃなかったですね、なんか勉強受験生時代もなんかこう趣味とかやってました、あ、そうですね、ちょっと音楽とかちょっとそのまま、そう、先生には全然行きませんでしたけども、そう、聞いてない やめないこの間ね、他のゼミ生、とかもおっしゃってましたけども、ね、やめないで音楽は続けてましたね、はい、何やってるんですか、あ、ピアノをやってるんです、ピアノ、はい、お、すばらしい、早く言ってくれればどっかで披露してもらいたかったまだまだでもまだまだありますね、ピアノずっとやってるんですか、ピアノ、そうですね、高校生の時からずっとやってて、なるほど、じゃあそれを逆にするがストレス解消とか、そうですね、はい、
まあ、ちょっとね、まあ、よくわかんないこの条文と思ってちょっと聞いてみて戻ってきたいとか、ね、なるほどね、うん、でも焦りとかないですか、そうすると逆にやってる時に。それはないですね、ない、うん、そこはなかったですね、うん、ただあの勉強が何らかの日にできない日っていうのはできちゃうことで、ね、それはちょっと結構痛かったですね、それはすごい焦りましたね、うん、1個1日何百何日の1日をあの、ね、落としてしまったっていうので、うん、全くしない日っていうのはとってもあの焦りましたね、すごい。あ、なるほど、うん、それでやっぱりでもなくなってった、全くしない日というのは、うん、多分ほとんどなかったと思いますね。なるほどね、うん、結構あの、まあ、勉強とかも見てると割とつぶやいてくれてはいましたね。そうですね、ツイッターは結構やっぱりうまく活用できてました、やっぱりあの、まあ、先生多分その効果を狙ってたと思うんですけど、そうですね、他の方がやっぱり勉強してるじゃないですか、うん、それ、まあ当然焦るんで、まあ、うん、いい意味で焦るんで、やっぱりそのツイッター見たりとか、うん、まあ、つぶやくことによって、まあ、自分が分かんないこと、まあ、多分一回なんか言うことによってコンパクトにまとまるっていう効果もあると思うんですけども、うんうん、まあ、その自分の考えまとめるのと、かつそのみんなが刺激を受けるっていう、うん、まあ、やっぱ通信だったとみんなと会えないっていうのがあります、うん、不利があるんで、まあ、そこを埋めるっていう意味ですごい役に立ちましたね、うんうん、ね、割とね、本当つぶやいてくれたりも、はい、うん、していたので、だそういう意味ではやっぱりなんですか、そのまあモチベーションとかでよくね、あのツイッターなんか言ってるんですけどね、だいたいスマートの個人的な感覚だと使っていただくのが3分の1ぐらい。あれそんなに少ないですか？そうなんですよ。多分いつも見てる人数と申し込みの人数を比較すると多分3分の1になってる。もうちょっといらっしゃるのかと思ったんですけど、ね、そう、意外に皆さんね、うんうん、あの半分ぐらいの方は初めましたのつぶやきがあるのよ。あ、そこでまず終わって、まあ、それがまあそれすら半分 で、うん、でさらにそこから半分の近くの人が継続的に。なるほど、ね、ただやっぱり結構あの自分の合格体験記とかね、今野田さんのやつ見てもやっぱ結構ツイッターやってる人が受かってる、うんですよね、だそういった意味でのやっぱりこう、まあ、つぶやくことによる、まあ、勉強の復習の効果とかね、うん、はい、やっぱ焦りをこううまく埋めていくっていうのは非常にいいんじゃないかなとね、うん、今思ってそれでやってくださいねって話をしてるんですけど、あとはやっぱ通信寂しいからね。そうなんですよね、孤独でしょ、はい、結構、はい、先生が質問してもね答えてもらえない、という形がね、世界とか言ってるけど実際はねだからね、そうだからやっぱそこがちょっとね寂しい、そうですね、うん、はい、ところがあるかなと思うんですよね、うん、はい。ちなみにそのモチベーションの維持とかスランプとは違うんだけど、なんか野田さん緊張しがちな、緊張でもね、映像をこれ見てる人は緊張してる人と思ってない、ええ、そうですかねこれでも同じことやりましたね割と緊張してるに見えない、あ、緊張してないでしょ。でもそうですね、まあ、先生とこう喋ってね、結構でも試験場では緊張、ね、緊張すごいですよやっぱりね、うん、もうこんなんでしょうかって言ってます、うん、本当ですよブル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 、まあ、そう体震えませんけど、うん、なんかその緊張の解消法はまあやっぱ先生とお話しして、うん、まあ、なんか一つ決め事をしようって、なんかその普段のその模試とか、ね、うんうん、トーレンとかを解くときと同じ動作を取り入れようって、うん、まあ、要するに模試とかトーレンのときにも全くそれと同じことをやるっていうことを考えて、うんうんうん、まあ目立たなくかついつも取れる動作ってことで、うん、まあその解くときにあぐらをかいて解くっていうのを、うん、まあ、取り入れて、意外にやっぱり良かったですね。本試験の会場でもなんかどっちりと心を落ち着けて、ちなみにあぐらを私が行った時は、ええ、ほら始める前に、ええ、あの同じことをやりましょう、はいはい、で、まあ、これはちょっとあの緊張する受講生のよく言っていて、そのまあ家で勉強する時に例えば最初に、なんすかね、法文集をこうパラパラと開くと、でその動作を本番でもやると結局家にいる勉強のスタンスと同じ状態に脳が鳴るらしいんですよ。そういうことがあって、その何か一つ決めると、儀式をね。例えば、まあ、それは本当になんか鉛筆を回すでもいいですし、本当消しゴムから一回こう出して入れるでも何でもいいんですよ。で、何か決めて、でそれを本番直前でもやると、まあ、緊張が和らぐっていう話が、まあ、あの試験ではないんですけどね、プレゼンテーションとかの緊張の和らげる手法としてはあって、でその話を、まあ、したんですけれども、その試験前に何かするといいよって言ったんですけど、試験中ずっとあぐらかいてた。普通にずっと、はい、よく あるんです。だから靴を脱ぐといいとかね、あ、家と同じ環境だと靴を脱いでたって気がしますね。そうそう、脱いでとか、はい、もう靴下まで脱いじゃうとか人によってあるんですけど、なんかそういうだからやっぱりね、同じなんか環境とか、やっぱそういうね、本当の勉強以外の部分っていうのが実はメンタル結構大事だったでしょ。そうですね、もう半分ぐらいそこがあるんじゃないですかね、うん、そうなんです。だからよくね、最後にもう受かると思わなきゃ受かんないよって私、言うと思うんですけども、まさに本当その通りで、受かるぞって思ってないと本当にメンタルで負けちゃうっていう、うん、ところはあるんで、まあ、そういった意味での緊張を克服できて、うん、よかったじゃない、はい、仕事にも活かせるでしょ。はい、もちろん、ね、その辺のね、感覚っていうのはね、はいはい、そう、結構便利試験って仕事に活かせる、うんうん、と思うんでね、結構文章の書き方とかね、そうですね、はい、うん、そのところもあったかなと思います。はい、で、バツンと
ズバリ、まあ、今年の合格の決め手ですねになったものは何だと思いますか。そこで、まあ、特にまあ去年とのまあ違いとかね、そういうところも含めて、うん、まあ、やっぱり受験生多くて、特に最近試験がもう難しくなってね、私が受けてた時よりかさらに合格者も減っていて、うん、もう本当に受かるのかっていう気持ちの人も多いんだけれども、でもかといってもやっぱりその数百人単位で受かるわけですよね。一人とか二人で話じゃなくてね、オリンピックの金メダルとは違っていて、でその受かる人と、まあ、受からない人の、まあ、違いっていうのも含めてね、この今回多分今年受かったんだというのは決め手となったのはやっぱ何だと思いますか。そうですね、やっぱその2016年にスマートの講座を受けさせていただいて、うん、まあ、ちょっとそこではダメだったっていうことで、うん、まあ、どうしようかなと、まあ、先生に相談した時に、うん、まあ、なんか変えないといけないよっていうふうに言われて、うん、じゃあ何か変えようかなと思って、ちょっとその担当の、過去問の解き方を変えようと思って、うん、まずその過去もガーッと解いた後に、うん、なんかその一つ別の勉強入れるっていうのを一つ、まあ、それは去年のあれでしたね、うん、青本とか読んでみたりとか、うん、まあ、担当アドバイス読んでみたりとか、うん、でもう一つやっぱり去年一番変えたのがその、まあ、先生最初からやれっておっしゃってたんですけども、うん、口述ですよね。あ、口述アドバイス、はい、はい、で口述アドバイスはまあおそらくすごいめちゃくちゃやりましたね、うん、であれがもう一つのポイントだったと思う。論文までつながったっていうところで、どれぐらいやりました。うん、もう本当にあれ、まあ、ちょっと一字一句って言ったらちょっと大げさになるかもしれないですけども、うん、まあ本当に、まあ、スラスラもう言えるぐらいで、うん、まあ変な話、まあ、先生とはちょっとやりませんでしたけども、うん、何回か模試とかで、はい、先生に何かの先生には、うん、あとすごいねって、あ、なんか、なんかすごい、ほとんどなんかそのまま出てくるねとか言われた、うん、何かの先生に言われましたね。あ、そうですか、はい、それやっぱり担当、まあ、担当が論文に役に立った。やったと、あれはもう絶対的に役に立ったと思いますね、うん、はい、もっと早くやればよかったって本当に、うん、でそれなんで入門から始めたんですか。ねえ、だから全部はやらないですよねきっとね、結局ね、そう、だからちょっとやった方がいいですよ絶対やった方がいいと思いますよ。そう、言ってるんだけどね、はい、みんなね、なんか口述多分最初聞いた時って、はい、今からやってもしょうがないと思ってなかった。いや、それよりも口述を見た時にこんなできないかと思う、こんなんできるかって思いましたね。あ、そう、でも言ってることは難しくないじゃないですか。まあ、そうですね、うん、結構でもね、そこが結構一番ポイントだったのが、うん、条文暗唱しなさいって問題があるじゃないですか。あ、まあそれはね、うん、あそこはね、うん、結構ね、もうね、ガックンって感じに、それは無視していいと思うんですけど、うん、でもやっぱ趣旨を答えさせたりさ、要件を答えさせたりっていうのは結構出てくるから、うん、で結構だからみんなもう早め早めに、そうですね、やった方がいいと思いますね、うん、で口述、はい、結構口述の問題がやると難しくないんですよ、うん、で今みたいに条文を言えとかね、うん、それはもうしょうがないにしても、うん、まあね、例えば、ね、こういう問題先週になりますとかさ、先週の趣旨は、ね、うん、何ですかって簡潔に答えるとかっていう形で言うと、まあ、そんなに難しくなくて、そうですね、でかつ、まあ、その後の勉強にもつながっていくとか、うん、担当とか論文もつながっていくっていう、だ結構毎年口述受験生って口述の過去問をやるともったいないと、そう、もっと早めにやっとけばよかったって、うん、そうね、うん、なんで多分それをもっとやってれば、うん、きっと2年目で受かりました、ね、これ本当不思議で、いろんな合格者に言われるのよ、うん、で、ま、早めにやっとけばよかったですだからみんなやってくんないのよ、うん、なんでみんなやってくんないのか分かんないんだけど、うん、言うんだよ毎年、俺やった方がいいよ早めにって、今の入門講座でも口述は一緒にやってくださいって言ってるんだけど、うん、みんなやってくれない特にスマートの方はね、うん、なるべく早くやった方がいいと思います、ね、そう、やっぱこう、はい、質疑応答がね、なかなか、まあ、私なんかこう普段の生だと講義で当てるんですけど、やっぱ通信でね、なかなかこう当てるって言っても仮想的な当て方になっちゃうので、そうするとやっぱ口述アドバンスをやっぱやるっていうのが一番こう質疑応答に近いんですよね、うん、だからまあそれをやっていただくと本当にいいかなという形ですかね、うん、ちなみにまあちょっと、まあ、今年はね論文で担当受かった年に関してもやっぱりさっき言った、まあ、担当試験の問過去問をやりつつ途中で青本とか、うん、そういうの読んだのが良かったって。そうですね、良かったと思いますね、うん、まあもちろん担当解放 のテキストも含めて、ね、はい、どんどん変えていったんですけども、うん、シャッフルして、うんうん、なるほどなるほど、まあ、なかなかね、まあ逆にも下三方とか、ね、すごい取れたっていうことは、まあ、どんな対策をしてましたか。下三方も同じようなこと、うん、同じことやったんです。やっぱり担当解放の教科書とか、うん、 はい、あと担当アドバンスとかを見て、うん、でもう一つ加えたのが、先生これもいただいた、あれ、あれもずっと解いてたんですけども、うん、ちょっとそのままだと解説がちょっと取れなかったんで、うん、古い解説過去問を買って解説をそこ、はい、見てましたね、うん、あとまあその5紙で解いてみたりとか、うん、5つで解いてみたりとか、うん、そういうこともやってみたりしましたね、うん、まあね、なかなかね、そこら辺がやっぱり難しい、下散歩がね、やっぱ皆さん難しいところですけどね、うんうん、はい、ではいよいよ最後になりますが、今後の目標と、ああすごいですね、弁理試験受験する方々へのメッセージをお願いしますというところで、まず今後の目標っていうところで、そうですね、うん、まあ、実はまだ私エンジニアの状態で、うん、でこれ次どうしようかなっていうのはまだ考えてるところがありまして、うん、でまあ
ちょっと知財はもちろん普段の仕事で、ね、あの関わってはいるんですけども、うん、ここから本当にどっぷり使っていくか、うん、まあその知財部に移動するとか、うん、まあペケペケ事務所に移動するとか、うん、まあそんなことも考えながら、ちょっとまあエンジニアの少しやりつつも考えていこうかなっていうふうに考えてます。うん、まあ最終的にはちょっと国際関係もできるような、あの、弁理士になりたいんで、うん、まあそういう意味ではちょっと英語とかも勉強しようかなっていうところも思ってますね。はい。うんうん、やっぱり、もし社内ではそういう話は、受かったって話はしてる？一応何人かの、あの、上司には、まああんまりちょっとおっぴらにするとね、あの、いなくさようならってなっちゃうかなっていうふうに思われちゃうとね、ちょっと移動したいって話はじゃあ特にはあのですね、まあ、ちょっと会社の事情で昇進した後しばらく移動できない、ね、ああそうなんですか、はい、ちょっと、うん、あの今年昇進からの試験と一緒ぐらいで昇進してしまって、うん、あなるほどね、2年ぐらい待ってくれて、ちょっと2年だと厳しいんで来今年の終わりぐらいちょっと交渉してみようかなと思ってるんですけど、うん、まあ、ちょっとすぐには移動できないですね、うんうんうん、まあでもね、せっかく持ってるのであればね、はい、うん、まあ、私自身はよく相談を受けるんだけど、はい、やっぱ企業の知財部のがいいと思いますよ。そうですね、まずはね多分いきなり行っちゃうとね、そう、事務所はいつでもできるっていうのは、はい、やっぱその発明をね、発掘するとか、うん、権力を活用するっていう面はやっぱ企業の方が幅広いっていうか、うん、事務所はその権利化とか、まあ、出願とか中間には確かに特化して仕事はできるんですけど、もともとじゃあどれを出願するかとか、そういう目っていうのは企業のやっぱ知財部の方が経験できるので、うん、なるほどね、まあ、ぜひね、そういうところでやっていただいた方がいいかなという感じですね。はい、うん、で、あとはなんだっけ、もう一個はドンと、ああもうこれから ね、まさに今こう悩んでるわけですよ、うんうん、でそういう方にメッセージが、はい、うん、これまあちょっとあの、まあ、先生と同じこと言ってしまうかなと思うんですけども、多分一番、まあ、多分先生のモットーで僕も一番、うん、あの大切にしたところなんですけども、うん、幅を広げすぎないっていうのが一番大切かなと思ってまして、うんうん、まあ、やっぱどうしても勉強してるって失敗すると、うん、いや判例もすげえやろう、うん、もう審査記事もすげえやろうっていうふうになって、うん、どん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 広げていって不安になっちゃうからね、やっぱりね、どうしてもね、うんうん、でやっぱそうやっていくと本当のその条文って本当に出るところが手薄になってしまって、うん、で最終的になんか合格は遠ざかるんじゃないかなと思ってて、うん、まあ、だ一番やっぱりその早く合格するのは、うん、まあ、その過去問を中心として、うん、その反復して練習していくっていうふうで、うん、一番みんなが出るところ、みんなが答えられるところをしっかりやっていくっていうのが、うん、合格の一番の近道なんじゃないかなって、まあ、先生もほとんど同じこと言ってますけども、うんうん、っていうのも僕もやっぱりその最終合格してみてやっぱり思いますね、うん、はい、うん、その今言った余計、まあ、余計ではないんだけど、ね、実際はね、なんだけども、ただ審査基準とかも読まれました。ほとんど読んでないですね。まあ、私自身がね、読まなくていいよって話をしているので、でも多分判例とかも、まあ、ほとんどやる、まあ、担当でね、出てる解説ぐらい読めばいいんじゃないかっていう、ね、はい、うん、話をしているので、まあ、確かにまあそうかなという形ですかね。うんうん、なるほど。やっぱじゃあそうするとやっぱり必要なところを最低限、うん。ちなみに過去問自体はどれぐらいやったの？もう、まあ、多分1年目でも結構、うん、あのスマートでも先生やっぱりすごいっておっしゃってたんで、うん、まあ、すごい多分1年目も10回ぐらい解いたんですよきっと。あ、で、まあ、2年目10回多いですね。解いたと思いますね多分、うん、逆にそれで解きすぎて問題覚えちゃったんでしょうね、うん、枝を覚えてしまったんでしょうね、うんうん、で2年目多分だからそういう意味では2年目は少し回数が減ってるのかもしれないです、その間に勉強入れてる分だけ、うん、まあ、でも多分その定着を入れつつっていうので多分それでも6回とか7回とか解いてると思いますね。担当、はい、はい、なるほど。解くときなんか注意してました？うん、解くときは、まあ、やっぱり僕、うん、結構その焦ってガーッと解いてしまって、うん、で記憶残ってしまうんで、うん、まあ一つはその解いた後に、まあ、しっかりその裏面にしっかり青字でしっかり解説を解くようになるので、ポイントしっかり読むようにしたっていうので、うん、まあ、その次の問題に行くときに焦ってしまい、もうどん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 機械式に解いていってしまうっていうことをなるべくしないっていうことと、うん、まあ、もう一つはやっぱりあれですね、そのまあ、2年目が一番そこだと思うんですけども、うん、そのやっぱり条文とか、まあ、その担当アドバイスとか青本とかのその、うん、要するにどこから出てるのかっていうのを結構注意したかな。うん、ああ、ね、はい、うん、まあ、要するにこう、まあ、ポイントの、まあ、根拠じゃないけど、結局その時に条文を読んでるんだよね。そうですね、はい、うん、やっぱなんか条文を読む回数が多かったっていうところがあるかもしれないね、はい、最後ね。なるほど、はい、わかりました。あとはもうじゃあなんか精神的、精神論的なメッセージをこれから始めようっていう方はねそうですね、もう先輩合格者として、そうですね、バツンと、うん、まあちょっとあんまり別に偉そうなことはいいんですよ、もう勝てば勘弁ですからまあそういうこともあるけど、ね、うん、やっぱりもうそうやってやっぱこれから始めようとしてもさ、やっぱもうさ受かってるからね、うん、いいと思うんだよ。多分野田さんもそうでしょ、やっぱ受かった人聞いてさ、あ、そうだ、なんだこいつ偉そうだって思わないじゃない思わないですね、そうやっぱそういうもんだから大丈夫ですなるほどね、うん、そうです、やっぱその、はい、まあ、ちょっとさっきもちょっと話して、うん、まあ、自分も不安症で多分まあ結構先生にもいろいろ相談しましたし、
まあ、なんか実際論文やってても、まあ、手震えながら吹いたりとかしてやってて、まあ、さっき言ったみたいにあぐら込んだりとかしてたんですけども、うん、まあ、なんか結局あの不安っていうことはそのちょ自分が不安になるってことは勉強してるから不安になるんですし、あ、まあ、そのそれで不安になるからこそ、まあ、やっぱりもっと勉強しようと思う気持ちが働くと思うんで、うんうん、まあ、ちょっと自分が不安症って方も多分結構いらっしゃると思うんですけども、うん、多分それをマイナスに考えないで、この不安の力こそが今自分が合格にあのつながる機動力だっていうふうに考えていただいて、うん、勉強に勤しんでいただければいいんじゃないかなと思いますね。うん、あ、はい、なるほど、はい、最後にありがたい言葉で良かったと思います。はい、と、はい、いうところでね、一応今日は、まあ合格者の、野田さんに、ね、来ていただきまして、皆さんにね何かのねこうプラスになって、ね、よしじゃあ弁理試験頑張ってやるぞという気持ちで、ね、考えていただければねよろしいんじゃないかなと思います。はい、では今日はね本当にわざわざ来ていただきまして、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではこれで、合格者対談ということで終わりにしたいと思います。では聞いていただきましてどうもありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。